ホリデーホラーは、ホラー映画のサブジャンルのうち、祝休日の一般的なイメージやテーマなどを題材としたものを指す。これらの映画においては、祝休日になぞらえた殺人が行われることが、すことが多い。映画研究家のクリス・バンダー海とキャスリーン・フェルナンデス。バンダー海は、このサブジャンルについて以下のように述べている。踏んだり蹴ったりの状況の表現は、 祝祭日とホラーを結びつけたいという思いを内包したものである。祝祭日というのは家族で幸せに過ごすというものである。ホラー映画はこれらに対する皮肉同然のものが大好きであり、恐怖以上の皮肉はほとんどなく、祝祭の最中に起きる恐怖を描いたホラー映画は際立っているザエクスプレッション、アディングインスル Insel to Injury, This is an Excellent Encapsulation Behind the Horror Movie o f s e s s i o n with Holidays, The Holidays, A Place for Happiness and Family, The Horror Movie Loves n o t h i n g More Than Irony, and The e y e s v e r y Little More Ironic Than The Fear and, Isolation of, A Horror Movie Taking Place r i g h t in the Middle of the Festivities, 以下に列挙する映画は、祝休日と題材としたホラー映画、または、 祝休日期間中の出来事を題材としたホラー映画である。ありがとうございます。